どうも、タカオオヌスです。4月末で東方ロストワードも2周年になりますが、おそらく復刻もあると思います。そこでもし復刻開催されたら、是が非でも獲得したい超フェス源を3選ピックアップします。この3選に関しては、今後インフレが進んでも何らかの形で残り続けると確信しております。ここからはサウンドエフェクトとキャラクターボイスでお楽しみください。争いはやめて、食事にしませんか？何かしたの？はいはいはい、起き上がり、竜宮おすすめバンテット。竜宮おすすめバンテット。万民の手段、バスの手。よくできました。ご褒美はゴーさんの食卓ですよ。あ、目玉がいい。もはや蘇生も反応も復活もかなわない。禁止ターボグリス。期待外れね、期待外れね。ネジネジ避けで金だ。過去を刻む時計。金だ。過去を刻む時計。頑張りなさい。インフォメーションパラドックス。絞りましょう。果実が新鮮なのはほんのひとときだけよ。俺たちに後はない。俺は下プチ、下は災いの仲間風。無心探知型キア、はい。仲間風、無心探知型キア、はい。好奇心。最後に超フェスの中で獲得優先度をざっくり載せておきます。現環境においての優先度のため、今後の環境次第では入れ替わる可能性がありますが、参考にしてください。